まだ助かる。しかし、ホワイトベースのみんなは、セイラさんは。殺し合うのがニュータイプじゃないでしょ。そうだな。どうしたらいい？アムロとはいつでも遊べるから。あ、見えるよ、ララ。見えるよ、みんなが。90度曲がってください。500メートル行って。第16発射封鎖だ。アムロ、対艦命令を出さないと全滅する。ハッチを閉じて、もう向こうに味方はいないわ。はい。アムロ、そうね、ランチの発進準備をさせるわ。僕の好きなフラウ、次に銃撃が止んだら一気に走り抜けられるよ。アムロなのね。どこにいるの？ランチのところへ行くんだ。いいね。私が走ったら走るのよ。いいわね。うん。敵の陸戦隊の野郎、ホワイトベースだけを。ホワイトベース目立ちますからね。え、聞こえましたか？アムロだ。ここはもう撤退ですって。そう思うな。連邦軍は攻勢らしいし、勝つとなりゃここを引き上げてもよかろう。じゃあ、よっしゃ。ホワイトベース、よし、いいぞ、やってくれ。了解。ホワイトベースが、ホワイトベースが沈む。アムロが呼んでくれなければ、我々はあの炎の中に焼かれていた。じゃあ、このランチにアムロはいないの？ブライト。いない。セーラやミライの方が聞こえるんじゃないのか？ジオンの忘れがたみのセーラの方が、我々よりよほどニュータイプに近いはずだ。探してくれ、アムロを。でも、どうやって？わからないわ。アムロだけいないんだ。わからないかって。そんなこと言ったって、さっきアムロ兄ちゃんの声聞こえたろ。うん。私がホワイトベースにたどり着くまではあれほどに。アムロ、そんなに便利になれるわけ。
だ。よし、分かったぞ。分かる。さあ、ちょい右。キッカー。さあ、ちょい右。はい、そこでまっすぐ。どうしたの、3人とも。さあ、こっちこっち。大丈夫だよ。すぐ外なんだから。アムロ、分かるの？重ねて大人になる今寂しさに震えてる愛しい人。ごめんよ、まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんなに嬉しいことはない。分かってくれるよね、ララにはいつでも会いに行けるから。恋しくて日、宇宙世紀0080。この戦いのあと、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。Thank you.